デリーのクトゥブミナールインドに居住、または活動するイスラム教についてが一説する。インドにイスラム教が伝わったのは7世紀であり、インド西部のマラバール海岸へやってきたアラブの貿易省がその役割を担ったとされる。12世紀のイスラームの信仰によって、インド仏教勢力は壊滅した。インドでのイスラム教徒人口は、2014年の時点で1億8000万人を、 超えているとされる。イスラム教徒の人口規模は、インドネシアの約2億人、パキスタンの1億7000万人に次いで、世界第3位であり、イスラム教は、インド国内で、ヒンドゥー教に次ぐ勢力を持っている。ただ、億単位の人口といえど、約13億人を数えるインドにおいては、人口比で言えば、インドのムスリムは、基本的にヒンドゥー教徒よりも少数派である。ヒンドゥー教徒が、 インド人の約80%を占めるのに対し、イスラム教徒は約13%ほどである。イスラムが多数派となっているインドの州はジャンムーカシミール州のみである。近年はイスラム主義組織の活動が活発化しており、イスラム主義団体にはインド学生イスラーム運動、インディアンムジャーヒディーンなどがある。また、パキスタン、テロも多数発生しており、 2006年7月11日にはムンバイ列車爆破事件が発生。2008年11月にはムンバイ同時多発テロ。2013年7月7日にはブッダガや爆弾テロ事件などが発生している。現代のインドにおいてムスリムは少数派であるため迫害を受けることがある。民族義勇団などヒンドゥー至上主義を掲げる集団がインドにはいくつか存在し、 それらに所属する政治家の中にはイスラム教に対する憎悪を煽る演説を行う。イスラム教徒とヒンドゥー教徒の大規模な争いも起こっており、2002年にはグジャラート州でヒンドゥー教徒によりイスラム教徒が1000人以上も殺害された事件が発生した。これはインド当局に黙認された可能性があり、グジャラート州のナレンドラモディ政権は西側諸国から 犯罪政権とみなされた。後の裁判で、モディ自身は事件に関与していないとされたが、一部側近は事件に関与したと判断された。また、インド人民党は、バーブリー・マスジドの跡地に、ヒンドゥーの寺院を建設すると表明しており、宗教対立がエスカレートする危険が指摘されている。なお、ヒンドゥー教徒側は、バーブリー・マスジドは、 もともとはヒンドゥーの寺院を破壊して建てられたものと考えており、ヒンドゥーの寺院建設は再建と主張している。ありがとうございます。